水葉は俺が女の子をペットにしたいとか言い出したらどうする？通報するけど。じゃあ女の子の奴隷になりたいって言ったら？通報する。女の子のパンツを嗅ぎたいって言ったら？通報だよな。よかった。やっぱり俺がおかしいわけじゃないんだな。いや、妹にそんな質問してる時点で